どうも、和田です。さあ、今日は新年一発目の走れ大井チャンネルさんと、練習会させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。しかも、4時間、乗ってしまくり。そうですね。みんな結構、歯を食いしばりながらやったんですけど、まあ、楽しく今、イベントが終わりまして、皆さんのグラブ紹介したいと思います。いろんなグラブあるんで、ぜひ最後まで見てください。じゃあ、行きましょう。チャンネル登録よろしくね。グラブ紹介お願いします。グローブ何ですか？ GS グローブです。うわ、来ました。これ今日一緒に大井さんとノック受けてましたね。はい。これはいつ買ったんですか？ちょうど去年ぐらいです。去年ぐらいか。使用感1年ぐらい。はい。じゃあパカパカお願いします。これさっきはめさせてもらったんですけど、めちゃくちゃ状態いいですよね。はい。なんか大事に使ってる感じがめちゃくちゃ出てます。これカラーは？レモンイエロー。レモンイエローで、紐がキャラメルです。これどこで購入したんですか？GS のオンラインストアで買いました。あ、オンラインストアで大井さん片付けで購入。はい。どうですか1年使ってみて。いや、めちゃめちゃ軽くて、サイズもめちゃめちゃちょうどいい感じで、うんうん、小さい方だと思うんですけど、僕はこれがノーサイズが好きなんでめっちゃいいと思う。うん。これでも守備も華麗でした。めちゃくちゃ。ありがとうございます。セカンドやね、本職が。はい。H ウェブにした理由とかってありますか？選ぶときに H ウェブとクロスウェブがあったんですけど、はいはい、大井さんがH ウェブの方が開くって言ってたんで、うんうん、H ウェブにしました。じゃあどういう ところでグローブ取る感じですか？ボール、フライライナーはこっちなんですけど、はいはい、ボールは基本的に、まあ、この辺りで薬指側で。はい。でもなんかほんまに大井型って感じの、はい、使い方もそんな感じで、大井さんを参考にしてグローブの使い方もそんな感じでしてるって感じですか？はい、そういうことです。なるほど、めちゃくちゃいい。ツヤ感もやっぱあるよね。はい。これ硬式を？硬式をです。これまだまだ使えそうな感じですね。はい。今中学校3年生3年生か、高校でも使っていこうかなって感じですか？はい。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。お願いします。じゃあまず1つ目。はい。ファーストミット。ファーストミット。グローバルエリート。お、あ、グローバルエリート。ダイバンシティブルー。ダイバンシティブルーです。かっこいい。これは誰型とかあるんですか？村上選手。へえ。あ、オーダーなんですね。オーダーです。オーダーっていうマークがあります。もともと手が大きいグラブは苦手だったんですけど、はい、ファーストやる機会が増えてきたので新しく新調しようと思ってオーダーしました。うん。これカラーは？カラーはオレンジとディーブルー。ディーブルー。ディーブルーです。ネイビーみたいな感じですか？ディーブルー。そうですね、ネイビー系の、ね、かっこいい。白です。これラスマークも入ってるんですか？ラスマークも自分の名前を入れてもらった。へー。これどこでオーダーされたんですか？スポダカさん。スポダカさんね。いいですね。パカパカお願いします。パカパカ。これ結構オーソドックスな感じですか？オーソドックスな感じです。村上型は。へー。いいですね。綺麗。めちゃくちゃ綺麗。まあ、ここちょっとこうする感じで、あ、反っていく感じで。ポケットはどのあたりになりますか？ボール取るとき、この紐のちょっと下ぐらいで取るようなイメージではあります。ウェブ下で。やっぱ球際とかここに入るような。はいはい。なんか強そうですね、このウェブ。僕はあんまファースト詳しくないんですけど、結構小判取れそうな。小判取れウェブして、ね、してますね。いいですね。じゃあ2つ目お願いします。下ですね。はい。お、来ました。これなかなか鮮やかですね。鮮やかです。こう配色は？配色はスーパースネックスキンの白、白と水色と、はい、あとシルバーです。おー。シルバーで中がグレーって感じ。おそ、結構4色ぐらい。4色ぐらい使います。でもなんかこうガチャガチャしてないですね。そうです、ね、配色の感じが。じゃあパカパカお願いします。おー、いいですね。これなぜ87を？去年実はだと Z でオーダーしてて、はい、Z の源田選手モデルでちょっと大きいの使ってみたいなっていうと、まあ、こういうふうに最近流行ってて、はい、僕もこういうふうに結構使いやすくなってきたので、はい、まあ、1個ウイルスを使ってみたいなっていうのが一番多かった。これどうですか実際？結構やっぱ好み結構分かれると思うんですけど、はい、ウイルスの8687って、はい、僕は結構好きで、はい、86使ってたんですけど、どうですかその使用感でいうと。87に関してはもうここがやっぱりなんか球際が強いっていう感じがすごいします。いや今日ノックの時も何回かここにデュアル出てましたよね。出てました。今年も多分サードファースト外野が多分多くなってくるので、やっぱり結構内野も解きたいなと思いました。でももうなんかワンチャン外野もいけそうな外野もそうですねえ感じの大きさではあるんですけど、はい、いいですね。かっこいい。外野も別でオーダーしてるんです。じゃあその時はまたお願いします。ワンチャンネルありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。グローブ紹介お願いします。
はい、はい、今日持ってきたのがスラッカーの MP19 というグローブになります。はいはいはい。で、形は、私は結構つかみで使うのでこういう縦っぽく型をつけてて、結構ボールとかこうスポッと入るような形で使ってます。で、メインはやっぱちょっとちっちゃくはないのでショートとかサードとかで主に使ってるかなっていうような感じでございます。これ配色はユニフォームが今私の所属しているチームのユニフォームが白と赤なので、はい、まあ、それをイメージしてちょっと、まあ、作ったっていうような感じですね。じゃあレッドと白とブラック、これ軟式用ですか？軟式用です、はい。これどこでオーダーされたんですか？これは兵庫県の田口スポーツっていうところですね。はいはいはい。で、田口スポーツさんの東田店長は結構何個もオーダーさせてもらってるので自分の肩とかも知られてるので、はい、もう何も言わずにもう完璧なこのつかみの方に仕上げていただいたので、もうめちゃくちゃバッチリ取りやすい形のグローブに仕上がりました。これまたサムホールドがかっこいいですね。そうですね、やっぱこのサムホールドが結構自分気に入ってまして、やっぱ親指どうしてもこうへたってくるので、やっぱサムホールドがあるなしでやっぱ変わってくるので、私はやっぱスラッカー選ぶときはサムホールドありを作ってます。あ、じゃあもう機能性的にも結構好きと。そうですね、はい。でまたカラーリングもまたいいですよね、このここで分かれるのがね。ああ、そうですよね、はい。2つ目、こちら多分ワンチャンネルを視聴者の方は分かると思うんですけれども、はい、こちらは亀社長が使われている SPV 型ですね。そんな亀社長フィーチャーしてないんでみんな分からないと思いますけど、もう亀社長も同じ型番ですね。そうですね、はい。特にミリ数というか1センチ短くしたりとか伸ばしたりとかしないんで、はいはい、もう普通のデフォルトの大きさなんですけど、やっぱりコンパクトでちょっと取り回しがいいんで、でこれもやっぱりサムホールドなので、うんうんうん、あった方が親指芯が硬いのでやっぱ打球に負けないというか、うん、やっぱその辺でやっぱ変わってくるので、私はやっぱり外野用も、SPV のサムホールドありの方を出しました。これは配色、そうですね、この時作ったの某アニメが流行ってたんですけども、はい、ちょっと刺してもらったら分かると思うんですけど、はいはい、この配色でちょっと刺してくださいというような、はいはい、人気のね、はい。じゃあそれをカラーリングとして入れて、ね、中はトレンチ、トレンチですね、はい。ありがとうございます。はい、すいません、またよろしくお願いします。お願いします。はい、チャンネル登録よろしくね。じゃあ一つ目お願いします。はい、スラッガーの DS1 です、はい。これは5本指で使ってます。5本指で DS1、うん、そうですね。お、これはどこで購入されたんですか？これグラブボックス大阪ですね。おお、竹内組長の心意気で作りました。おお、これ配色は何ですか？配色は、ブラックとグレーで、ステッチがパープル。いいですね。でラベルも紫入ってる。そうです、そうです。あ、いいですね、かっこいい。じゃあパカパカお願いします。結構広いですね。そうですね、広めで、面は広めですね。なるほど。ポケットはここですか？あ、そうです、もうウェブ下で、ウェブ下でがっつり、うん。じゃあ基本はどういう時に使うんですか、この DS1 は？あ、もう僕はもう今少年野球一緒にやってるんで、はい、ね、その時の練習とかで使ってますね。でも現役ではなく息子さんと一緒にっていう感じ。あ、そうです、そうです。渋いですね、でもこのグローブ。そうなんですよ、そうやってたら野球よりどんどんグローブにはまったっていう。ああ、なるほど。そうです。じゃ元からグラブは好きやったんですか？革が好きで、革製品が好きやったんですけど、野球って子供の時もあんま触れてなかったんですけど、はい、やるって言い出して触れ出したら、あ、グローブってこんな一個一個違うんやって気づいて、そこからハマっちゃった。いや、でもこれ少年野球のお父さん、こういう結構オーダーみたいなんてあんまり僕の時代では持ってる人あんまいなかったんで。いないですね。かっこいいですね。でもそれはそれで突き詰めてる感があって。これでラスマークも入ってます。あ、そうです。これどういう意味なんですか？これ PMA はポジティブメンタルアティチュー、肯定的精神思考。あー、めっちゃいい。そうです、好きなアーティストの言葉ですね。へえ、まあ、昔からの。ワンピースがまた。あ、そうですね、いいですね、ステッチの。これ軟式用ですか？これ軟式用です。なるほど、ありがとうございます。じゃあ2つ目、はいはい、こっちも DS1 ですね。 DS1、 はい。これ2つとも DS1 じゃないですか？あ、そうですね。 DS1 を好んだ理由は、最初に小指に本入れっていうものを使ってみたいって思って買ったのがこれなんですよ。はい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 。あ、じゃあもともとは5本で使ってたけど。あ、そうです、最初はもう素人ながらに始めたんで、はい、とりあえず即戦力グラブを最初使ってたんですけど、うん、ちょっと使ってみたいなって思ったらあったんで、うん、でそれで買ってみて使い出したらハマったっていう感じですね。これは小指2本で使って。これは小指2本ですね。じゃあパカパカお願いします。はい、あ、これはでもちょっとまあ呼吸面
狭めというか、あ、そうですね、まあ、土手狭くて、そうです、そうです、これは順巻きに変えてあるんで、あー、やっぱ違いますね、同じ型番でもやっぱ使い方でこんだけ変わるという、そうですね、実際5本指と小指2本両方持たれてますけど、そうですね、使いやすさでいうと安心して補給できるのは小指2本の方がいいですね、そう、全然ね、やっぱね、ちゃうんですよね、同じ型番と覚えないぐらい、やっぱこう順巻きと逆巻きでやっぱグローブの形は、ね、と使い方と、うん、でこんだけ違うっていう、土手の広さがもう全然違う、そうですね、僕もさっきはめさせていただいたんですけど、こうまず手入れ感がまずちょっと違いますよ ね、 ね、こういうところに惹かれるって感じですか、あ、そうです、そうです、あ、なるほど、一個一個も全部形が違うんで、だから同じ型番なんですね、あえて、あ、そうです、そうです、なるほど、面白い、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、サヤキューワンチャンネル、どうも、わちゃです。今日はですね、ハイサイズの活動があるんで、今河川敷に来てるんですけど、今日は2024年使用するグローブを紹介してもらいます。ハイサイズ結構グローブいいもの持ってますし、まだ数試合ぐらいしかやってないんで、もしかしたらなんか買ってるかもっていうことで、ちょっと突撃したいと思います。それでは行ってみましょう。ハイサイズ、はい、お疲れ様です。ヘルメットに2H なんで準備しました。じゃあ早い早い、まだまだ2時半や。今年使うグローブ紹介してください。はい、はい、これです。アレグリア、これピッチャー用やったらこれですか。はい、いろんな道具使うじゃないですか。はい、今日はこれ使ってましたけど、これでそのなんかピッチャー用グローブで使う頻度みたいなのって変わってるんですか。どういう時に変えるんですか、グローブこれしようって。まず当番機械連続では使わない同じやつを、ああなるほど、とユニフォーム、はいはいはい、ローテーションその辺で変えてます。これどうですか、アリグリアのピッチャー用グローブ、これいいっすね、多分エラーしてないんちゃいますかね、トロコで。確かに、でも今日もピッチャーゴロさばいてましたし、はいはいはい、いや使いやすい、軽いというか実用性もあると、馴染んでますね、からもいい感じやし、はい、これってでもピッチャー用の型は型なんですか。ピッチャー用の型です、ピッチャーの方ですね。あ、でもフィールディングもしやすい、だから内野手に感覚は近いというか、多分肩付けをそれにしてもらった気がします、はいはいはい、確か。じゃあフィールディングも問題ないと。はい、じゃあ次内野用やったら、はい、こちら、あ、これでも多分初出しですね。そうですね、これかっこいい、これもアレグリア、これもアレグリアですね。これ型番とかって分かります。これはね、全然覚えてないですね、全然覚えてないんですけど、サイズ感だけはこだわった、はいはい、それは大きめ、小さめ、小さめでしてますね。あ、小さめなんですね。竹内さんが使ってるやつの5ミリアップかなんかでしましたね。はい、イエローとチョコ、チョコブラウン、渋いチョコバナナ、はい、パカパカお願いします。はい、これ主にどこで使ってますか。主にキャッチボールで使ってます。確かにちょっと育成段階と、そうですね、守備機会もないや、あんまり今ないですもんね。ないんで今んとこ干渉用です。これ掴む系ですか。掴む系で、おー、でもいい顔してますね、かっこいい。これ買った時のワンモアオーダーなんで、これ買った時の、はい、ワンモアオーダーで当たったのが、当たって注文したのがこれなんで、はいはいはい、ほんまに当たります。開催すれば、嘘じゃない、嘘じゃない、桜でもない、はい、びっくりしましたけど桜ちゃうかなと思って。しかも色合いも変わってまたいいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ一斉に行こうかな。2024年使うグローブ、ローリングスで、はいはい、ローリングスで、これどっちが使用頻度高いとかあるんですか。じゃあパカパカお願いします。なぜローリングスを。フリナルラベルやしな。自分でもハゲてきてるんですけど、自分でポスカになったんで、ゴールドラベルっぽいと思って、カパカパカお願いします。これどういう感じで掴む感じなの。もう小指としっかり、そうですね、ここだけしっかりしてたいですね。あとはもう何も気にしないです。なるほど、はい、縦気味、実用性はちょっとちっちゃめなんですよ。これなんかオールグラウンドぐらいなんで、はいはい、でももうちょいなんか長さ欲しいなと思いますね。ああ、なるほどね。が嫌なんで、ちょっとちっちゃい、ちっちゃいですけど、まあ全然大丈夫、全然いきます、軽量感と。はい、はい、じゃあこっちは、こっちあんま使ってんの見たことないけど。そうですね、こっちもでもね、オールグラウンド用なんですよ。あ、小指で、小指で、はいはいはい、あんま使わないです。これカラーなんの。多分ブラウンではないな、ゴールドみたいな感じですね。渋いライナーバッグで、そうですよ、あの僕流行る前から持ってたんで。僕走りです。パイオニアです。そういうの、先駆者です。しかも2ピースやん、渋い。ボールドって言えば、先駆者って、ね、英語で言ったらパイオニアって言うんですよ。もういいです、ありがとうございます。ウィキ、はい、今年使う、まあ、ミットですね、植木は。そうですね、
メインは、メインは竹山ミッド引き続き L1 型4年目か。いや、そんなもう4年目になります。でもまだ全然硬さ残ってるような、タイの、まあ今日試合使ってもまだ全然こんなんすパカパカして。おお、いいですね。これほんま俺もちょっと最近使わせてもらったけど、マジで取りにくいいや、マジで取りにくい、すごい。で、M1 っていう型、ちっちゃいのにもっとちっちゃくしたい感じな。そうですね、だから結構もっとちっちゃくしましたね。癖はあるけど、植木的にはこれ実用性ありと、かなり使いやすいです。その公式戦は基本これもん。そうですね、公式戦基本これで、やっぱ安心感、安心感あります。もう大丈夫ですね、全然弾くこともなく。うんうんうん、確かに初め結構弾いてたけど、はい、やっぱしっかり型ついて。はい、じゃあ2つ目、2つ目は、まあ、こっちも今年はいっぱい使っていこうかなと思ってます。金網ミットの、ミット、はい、これも5年目ぐらい。これ5年目ですね。で、硬さもまだ全然来ないし。確かに、また全然硬め、全然硬いですよ。でもこんぐらいが樹液はちょうどいい。多分柔らかくなりすぎたら多分、うん、補給は僕は影響出るんで、硬い方がいい感じですね。これは深めになるの？これ深めになります。気持ち深め、気持ち深め。音が大きいんで、音がいい音になるんでね。じゃあこの2つで2024年もいくと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。じゃあ1つ目、2024年使うグローブ、これはまあ結構ワンチャンネルも出てますね。そうですね、スラッカーの 21PS。 はい、パカパカお願いします。結構広めの、まあ、自分でちょっと片付けして。そうですね、感じですね。肩直ししたら、まあ基本何やったらこれ、何やったらこれか、そのニーズプロのやつですね。なるほど、はい、はい、じゃあ2つ目、これ水や、水プロっす。水プロ、これガイアやったら、これガイアですね。良さ教えてください。これはやっぱ高校から使ってるんで安心感一番の。あ、いいですね。でももうそろそろ例のもの来ると思うんで、はい、します。それまだ、それまた動画でお願いします。もうちょっと楽しみにしてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、じゃあ春樹マンお願いします。今年使う野球道具お願いします。これです。はい、はい、これは型番は 22PS です。 22PS、 はい、これは基本、あ、でも全部ガイアも、はい、もう全部これです。パカパカお願いします。これどうすか、めっちゃ柔らかいですね、軽くて。ガイアでもこれ、ガイアもこれです。全然いける、全然いけます。ガイア用欲しいとかは、いや欲しいですけど、ちょっとこれに愛着が湧いてきたんです最近。なるほどね、いいですね。これで頑張ります。これ湯もみしてるん、なんかもともと肩付いてて、この部分は。あ、片付け済みよ。片付けとラベルだけ変えてもらって。あ、でも渋い、これとラベルとこのマグダビいい感じで。買い取りスペクトです、これ。あ、買い取りスペクト、これ頭も、はい、頭はこの買いました、ね、あ、それは買い取りスペクトじゃないんだ、はい、買い取りスペクトじゃないあ、カイトマン今年使うグローブ紹介してくださいカイトマンも結構グローブ持ってますからね、グローブマニア。はい、リズマプロ、これ前動画出たんで詳しくはそっち見てほしいんですけど、これどうなん、ずっと使ってるよな。でもこれ着てから、そうですね、これしか使ってないです。もう安心感やばい、はい、やっぱ片付け、そのバンダイスポーツさんで片付けですね、めっちゃいいです。めっちゃいい、はい、ずっとこれやもんな。なんか結構買い取ってグローブ結構頻繁に買えてたやん。でもこれ着てからもうずっとこれよな。確かにね、あれ確かに補給エラーないな、はい、じゃあもうやっぱ安心感いいやん。どこで取る感じなん、坂本モデルの小ユニってまあまあ珍しいと思うけど、ここら辺じゃないですかね。あ、でも結構奥ないの。はい、奥です。で、握り替え早いよな。いや、握り替え怖いです。あ、怖いんや。はい、じゃあそこだけゴロのゲッツーとか。あー、確かにそれでもわかるわ。けどやっぱ取ること、まず取ることって感じ。軟式なんで。じゃあもう当てて取るというよりかしっかり取ってまず握り替えて、はい、そうですね、当ててはこれ取らないです、掴んでますね。いいですね、これカラーなんだ、ビターオレンジ、ビターオレンジ、硬式を、軟式です。軟式は結構しっかりしてない、やっぱ水のプロって。じゃあもう今年もこれで一択で行く感じですね。そうです、ずっとこれです、はい、ありがとうございます。今年のグローブ紹介してもらっていいですか。ちょっと待ってすいません、なんか塗り塗り中に。これですかね。あ、これでも紹介しとこうか、はい、これどこで購入したんですか。これは福岡のスラッカーで買いました。めちゃくちゃかっこいい、トレギュラ、はい、これラベル渋い、こうやってもうないんかな、このラベル。いや、まだあるっぽいですよ。あ、でも定番ではないです。あ、定番ではない、はい、かっこいい。これでもほんまに使ってるの。これほんまにキャッチボール使ってます。パカパカお願いします。これも片付け済みで、済みっす。めちゃくちゃいい、渋い。これでもグローブ好きだしたら結構好きなんじゃないですか、うん、なんかノリで買っちゃいました。買う気は全然なかったのに。でもほんまに使ってるって、ほんまに実用性、はい、結構いいと思います。
じゃあその試合で使うやつお願いします。試合で使うやつはこれね。これほんまめちゃくちゃかっこいい。確かに店舗さんにも同じやつが置くぐらい。そうですね、いいですね。グラブボックスさんで。これ型番何やったっけ。23SE。 ちょっとちっちゃめ、はい、でもどうそのちっちゃめってよく言われるけど、ちっちゃくないと思いますね。もう外野用やけどって感じ。コンパクトで操作性もいい感じ、はい、これ渋いバーガンディ渋いめっちゃいいよ。パクパクお願いします。あ、結構柔らかなったの、はい、いいですね。じゃあこれで今年は守るという。ありがとうございます。はい、来ました。新しいグローブ見せてください。見せてください。どうぞ。うわ、アレグリア。ありがとうございます。これ実は俺もオーダーした際に一緒に横にいました。ありがとうございます。5ヶ月ぐらい、もうちょい前か。結構前。夏前。半年ぐらい前か。で、まあ結構前に届いて。はい。これです。これはカラーは。カラーは、なんて言うんですかね、これ。レッドやろ、レッド。ワイドブルーじゃないやん。なんか、ラッドビーなレッドなんかな、とか。レッドと、そう。イエローと、キャメル。そう。これな、平裏キャメル結構渋いと思う。ありがとうございます。かっこいい。結構こだわりました。あとそのユニフォームにバリ合ってる。そうなんですよ。そこをちょっと意識して。いいですね。買いました。かっこいいないやん。パカパカお願いします。これどうなん、形的には大きめ小さめとか。いや、もう何も調整せずにそのままで、はいはい、ピッチャー用で、はい、でもこれ今日使おうと思ったんですけど硬すぎて。まだ硬い、はい、でもやっぱ使います今日。確かに、はい、かっこいい。で、このウェブね、ウェブこれはどういう。これは僕のなんか自分の家を星にできるみたいな、はい、家の住所現在地、はい、じゃあこれ大阪 で家この辺と、はい、僕の家この辺。これ結構バレますけど、はい、ありがとうございます。ほんでこれめっちゃかっこいい。これはい、これこだわりで。へえ、これも半分、はい、提案で、はい、すごいいいですね。めちゃくちゃ渋い。あとラスマークをどこに入れるかみたいな。ああ、なるほどね。親指なのか小指なのか。これめっちゃかっこいい。なんか赤のグローブって一周通り越して、はい、あんまみんな使われてないと思うけど。初めてですかね、僕。かっこいい。あとこれいいですね、ラベル、シリコンラベル。シリコンラベル、これがいいんすよね。いいっすね。え、これって何色？ゴールド。これゴールドです。あ、渋っ。これゴールドにしてめちゃくちゃ渋い。色と寄せて、はい。じゃあこれで今年はありがとうございます。いいピッチャーお願いします。頑張るぞ。いや、まだ終わらないです。サヤキューワンチャンネル、チャンネル登録。2024年使う野球道具を一挙全部紹介します。じゃあ実際試合でどれ使うんやっていう、まあ、フィット感がいいし、まあ、ちょっとサイズ感がねちょっと違うように作ったんで。どうもワンダンです。ぼちぼち皆さんシーズン開幕するんじゃないですか。今年使う野球道具が揃ってきたと思うんで、今回は2024年使う野球道具を一挙全部紹介します。はい、ということで、まあオフシーズン時とかに、まあ一個一個買ったもんは紹介してると思うんですけど、じゃあ実際試合でどれ使うんやっていうところやと思うんで、まあそこをちょっと解説しながら紹介していきたいと思います。チャンネル登録よろしくね。じゃあまず小物からいきましょう。はい、バッテこれね、使ってます。これこの中に基本バッテ入れてるんですけど、はい、じゃん、アシックスバッティング手袋。これはですね、忘年会でミスタートス賞でいただきました。でこんな感じで試合使ってるんですけど、アシックスって俺草野球ちゃん初めに買ったのがアシックスのバッテ、めっちゃ覚えてる、真っ黒のっていう感じで。これなんかアシックスの特徴はベルトが逆巻きなの。普通はこうやねんけど、なんかフィット感がなんか増すために逆巻きで、結構フィット感いいです。こんな感じで、これメッシュなんで、ここもまあ伸びがよく通気性もいいという感じで。これ一つ目、これハイサイズカラーを多分選んでくれたんかな。あ、そうですね。バッテはあの気分で変えれるようになりました。前まではもう1個のやつ使いたいってなって、この 1,2 年ぐらいバッテをこうユニフォームで変えたり、なんか気分で変えれるようになりました。はい、2つ目こちら、エスボルタさんのバッテ。これは多分発売された時ぐらいにすぐ買いまして、こうちょっと質感がフランクリンに似てるっていう、ちょっと厚めなんですけど、こうなんやろな、松ヤニとかつけるとしっかりグリップ力がしっかりあるっていう感じで買いました。でまあ大体 S ぐらいですね。こんな感じ、結構好きです僕は。なんかこうすぐ破れるとか、なんかレビュー見たんですけど、僕は全然そんなことなくて、もう半年以上使ってますけど、全然まあ頻度によるかなって感じですね。あとこの屈曲するところでめっちゃ入ってるんで突っ張らないっていう感じですね。
結構好きです。ウルトラマンみたいな。ウルトラマンみたいな。ハイサイズカラーで。はい。で結構カラーいっぱいあるんで、よかったら見てください。爪。こちら。マルチの。これ多分去年一番使ったから。って感じで。なんかそのイメージないですね、僕は。あ、多分飛んでたから、愛媛。いや、マジマジで。めちゃくちゃ使ってた。で、ちょっと、結構グリップ力良くて、柔らかい、意外と柔らかい。このエンボス加工があって。これも結構、松屋にと、グリップガードと相性良くて、結構使ってました。あと、ここがね、ちょっとぶっといんで、しっかりホールドされる感じはあります。手首が。これ、基本、ブラックユニーの時に使ってます。強いて言うなら、こうちょっとアップしてほしいんけど、ここはねちょっとね破けやすいかなって。まだ破れてないけど、縫製次第でもうぼちぼちいきそうな感じ。これ全部こう覆いかぶさってんじゃなくて、まあ、ほんまに指だけのところが皮やから、ここでちょっと耐久性はどうかなっていうのはありますけど、まあ1年は持ちました。はい、はい、ソルイオこれです。フランクにこれも動画出てるんで、こっち見てほしいんですけど、まあ、基本的に、左手がこれで、右手は普通にこれしてます。へー、なんか帰塁するときは右なんで、はいはい、こっちはベースタッチするときには左、ホームベースとか左で、牽制とかは右で戻るんで僕は、はい、でこっちで右つけてこっち左って感じですね。これね、ポケットにちょっと入りづらいっていうのがちょっと難点ですけど、マジで痛くないし、結構滑ったんですけど、これすぐ擦れるかなって、中身出てくるかなと思ったんですけど、はいはいはい、全然、耐久性も全然いいです、意外と。まあ、強いて言うならちょっとでかい。でかいのと、つけるのにちょっと時間かかるっていうのが、これもハイサイズから。はい、じゃあ次、エルボーガード。これ多分以前、紹介したと思うんですけど、はい。マルチのエルボーガードです。はい。これは、結構試合で何回か使ったけど、意外とめんどくさくない。スッて入るんで、スッて入るんで、めんどくさくはなくて。ちょっと今、ユニフォームじゃないから、あれやけど。この、屈曲性がいいんで、あんま違和感ないです。これが多分今年一番使うかな。あとはこれですね。これも一応用意しとこうかなと思う、試合中に。なんか先頭バッター時とかはもうこれでいこうかな。はあ、時間かかるんで、まあ、使い分けしていきたいと思います。ブラックユニ、近鉄ユニみたいな感じだから。でヘルメットはミズノです。これヘルメット購入ちょっと待ったっていう動画あるんで、はい、ぜひ見てください。メーカーによって特徴違うんで、そちらで詳しくやってます。で、これワンチャンネルマークで。肩ヘルの意味あるんですか？肩ヘルの意味はあんまないです。けど、なんかせっかく自分で買うんやったら、はい、肩耳にしようかなと思って。でもなんか両耳の方がいいっていう、その走塁とかした時にね、あ、研究とか当たらんのは両耳って言うんですけど、はい、まあ、せっかく買うやったら肩耳みたいな。スパイクこちらちょっと汚いですが、水はこれも最近買った、動画出たと思って、はい、これはねマジで数試合履きましたけど、マジでいいです。で、しっかり刺さる。ああ、で、意外とクッション性が丸っていう、こういう軽量のスパイク入ったんですけど、はい、クッション性はあんまり良くなかったな。結構足に負担は来たんですけど、これは意外と、はい、あとやっぱピッチャーやるとここら辺がちょっと削れちゃうんで、ここの耐久性がどうかなっていうところなんですけど、まあ基本ピッチャーやらないんで、はい、僕はまあまあ許容範囲かな。で、ここちゃんとつま先補強ついてるんで、はいはい、グローブこちらです。じゃん、アリグリア。はい、がまあ一番今から使おうとしてる。なんで練習試合とか、まあ、リーグ戦何試合か始まったんですけど、まあ、これで今守ってます。程よく柔らかくなってきて使えるかなっていう感じです。はい、はい、これはまあ詳しくやってます。はい、二つ目こちらマーゴ。はい、これはまだちょっと硬いような、なんでもうちょい育てないといけないと思うんですけど、まあ、フィット感がいいし、まあ、ちょっとサイズ感がね、ちょっと違うように作ったんで、はい、こっちはちょっとちっちゃめなんで、そうですね、使うには今は違和感あるな、お、ちょっとちっちゃいなみたいな。でも、もうちょっと馴染んできて、使えるようになれば、違和感全然なくなると思うんで、結構いい感じで、しっかりかっちりしてますね、これは。で、ワンピースなんで、こうガバッと開けすぎず、こうちょっとこういう感じでなります。はい、なんかウェブによって違うみたい。でもこれかっこいいよな。かっこいいです。今週はちょっとこれ使おうかなと思って。あ、そうなんですね。使えそうなら、はい、まあ、ちょっと硬い、弾くようなライナーとか。こっちはこう柔らかく仕上げてもらったんで、弾いたりは全然ないんですけど、こっちはほぼ自分でやったんで、まだちょっとっていう感じです。ハイサイズということで、
まあ今年も1年もうほんま今撮影日2月中旬ぐらいですけど、めちゃくちゃ暖かいんで、まあそろそろ体動かして野球始まるシーズンだと思います。皆さんもぜひコメント欄で 何を買ったかとか、これ買ってよかったですみたいなのもしあればそちらコメント欄に書いてくださいということで、今回の動画は野球道具の紹介でした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お気に入り。どうもワンちゃんです。先日行われた練習会の様子をまずはご覧ください。この宇宙間に飛ばしているバッターは大阪バカラナイン所属の渡る選手。足もむちゃくちゃ速い。そして先発ピッチャーは先日グラブメーカージェニュインの代表として動画にも出てくださった三浦投手。三浦投手はコントロール抜群。そしてこれ1月初旬ぐらいの日程やったんですが、まっすぐもすごく走っていました。そんな三浦投手を終盤素晴らしいバッティングをしたのはブルーファイトの源選手。この当たり、ということで今回は練習会に参加していただいた方のグラブ紹介をお届けします。ぜひ最後まで見てください。はい、じゃあグラブ紹介お願いします。はい、僕が使っているのはスラッガーのサタバンガ AR4 です。 AR4、はい、これでもあ結構ちっちゃめですね。 AR4 やから、はい、軟式用で、はい、はい、ちょっとまずじゃあパカパカお願いします。どういうところで補給する感じですか？ウェブ下ら辺を意識して取ろうとしてます。ガッチリ。大輔くんはなんかグラブが結構好きで自分で加工してるってさっき聞いたんですけど、はいはい、どのようなことをやってるんですか？はい、背面に穴を開けて紐を通して背面紐通しをしています。おー、これ自分で？はい。これなんか工具かなんか使って？いや、もうちょっと普通にカッターでちょっと開けて切って、で無理やり通したみたいな感じ。はいはい。なんでここに紐が？背面紐通しをした理由とかってありますか？はい、した理由は小指にした時に人差し指から小指まで一緒に使えるようにしたかったので背面紐通しました。ちゃんとこうくっついてくるというかいう感じで。はいはいはい。やった後はちゃんと来るようになりました。うん、もうしっかり動く感じが。はい。おー、いいですね。じゃあこういう加工を自分で、まあ、趣味として今はやってるっていう感じで、はいはい、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。グラブ紹介お願いします。はい、はい、これもアレグリアの、ファーストバックのピッチャー用になってます。めちゃくちゃ渋いですねこれ。僕これインスタで、はい、なんかチラッと見たことあるんですけど、はいはい、店の前で投げてたやつ、はい、そうです、ですか？はい。おお、これカラーは？本体がネイビーで、ミントと紐がグレーですね。おお、かっこいい。単純にネイビーベースのこのライムカラーを作りたくて、はい、とこうオリジナルウェブ。あ、もやすごっ。じゃあベッド、あ、すごいですね。ここに紐通ってて、あのガーマーのやつ、はいはいはい、を
ちょっと真似して。かっこいい。でラスマーク入ってて、はい、パカパカお願いします。結構、はい、はい、あ、結構縦な感じですかね。そうですね。結構購入してどんぐらいですか。え、まだ12月の末に取り入ったんでまだ2週間とか。あ、じゃあ初使いぐらい。あ、そうです。じゃあ今日ピッチャーちょっとお願いしてるんで、はい、ちょっとマウンドさばきまたお願いします。はい、はい、お願いします、はい、めちゃくちゃかっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。はい、じゃあグラブ紹介お願いします。はい、いつものファーストミットです。ファーストミット、はい。これはオーダーですか。いや、店舗のオーダーで。あ、店舗ベッチ。そうですね。どこでちなみに購入した。あ、ともえさんで、はい。これ誰誰型とかってありますか。いや、多分普通の定番の既製品の製品のモデルやってますね。いや、でもファーストむちゃくちゃうまかったっす。なるほどね。前バーン伸びてパカパカお願いします。これ軟式用ですか。軟式用っす。結構固めっていうかしっかりしっかり、ここの芯がしっかりしてるんで。確かに縦閉じなんですね。そうですね。こうやってこだわりあります。縦閉じのこだわり。一応小ユニで使ってるんで、はい、ここにポケット一応あるんですけど、はい、ここにボールが来るようにしっかり挟むみたいな感じで、はい、ここの三角形で意識して。これでもなかなか珍しくないですか、縦閉じのファーストミットって。そうですね、一回使ってみたんですけど、これがめちゃめちゃこれよかったハマるっす。これやっぱ土手が硬くなるんですか、縦閉じやったら。どうなんですかね、多分芯がちょっと硬めな設定になってると思うんで。なるほど。いや、いいさばきでした、マジで。ロック、またぜひお願いします。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。はい、じゃあグラブ紹介お願いします。お願いします。 Z の軟式を、店がオーダーしたやつを買っちゃいました。あ、店舗別注で。そうですね。これちなみにどこで購入されたんですか。スポーツともいさんです。あ、ともいさん、はい、先ほども言いましたともいさん、はい。これピッチャー用なんですよね。ピッチャーですけど、だいぶ小さくて。あ、ですよね、めっちゃちっちゃめ。線画モデルで。へえ。だいぶ小さめです。プロステータス、はい、いいですね。パカパカお願いします。めっちゃいいや。肩もめっちゃつけてもらって店で、はい、めっちゃいい感じに。カラーはブルーとブロンドと糸が、ピンクですね。これでもウェブ結構珍しくないですか。ピッチャーのですね、2ピース。線画モデルは基本ワンピースなんですけど、はい、なんかこの大きさで2ピースって結構なんかええな思って。だいぶコンパクトですね。だいぶコンパクトです。どういう感じで使う感じなんですか、グローブは。あんまり、握り潰さない感じで、ほんまに間ぐらい、こういう感じですよ、ほんまに。 あんまりこんな感じじゃないです、はいはいはい、そういうちょっと止める感じで、はい、なるほど、うん、かっこいい、はい、色鮮やかですね。色鮮やかでめちゃくちゃ。なんか Z のブルーってこんな感じなんですね。なんか結構なんかめっちゃ薄い目の。そうっすね、青い、うん、スカイブルーみたいな。青は色落ち気をつけて大事にしたいなと思います。でもこれマウンドで映えますね。肩もね、ともいさん無料でつけてくれて、はい、優しかったです。へー、うん、はい、ありがとうございました。お願いします。見た目で大体なんかいいなって思ったりするんですけど、緑の差し色で先日行われた練習会で
素晴らしい守備をしているのは大阪バカラナイン飯熊くん。その合わせ方すげえ。いやー、おー、おしゃれ。果たして愛用するグラブは何っていうことで、ノックの後にグラブについて聞いてきました。ぜひ最後まで見てください。1つ目、まず1つ目は水野の、お、水プロっすね。これはちょっと今草野球で一緒にやってるわからないの人に、はいはい、まあ、なんかグローブ交換みたいな感じで僕のと交換して、まあ、これ使わせてもらってるって感じです。ではパカパカお願いします。結構ボックス系で、そうですね。でも前のあのワンチャンネルで紹介させてもらったドナイヤもどっちかって言ったらボックス系の感じ で、 そうですね、ボックス系が好み、はい、そうですね。いいですね。結構使ってる感じの公式用なんで、もうずっとお感じですね。でもしっかりしてますね、やっぱ。はい、いい、取りやすいですね。これも当たったら勝手に入ってくれるやつ。結構小ぶりですか。そうですね、ちょっとちっちゃめですね。ちょっとなんか手の延長みたいな感じで取れるんで、安定してます。いやマジで。え、今も SWBC ジャパン、日本代表 でそれの上のジャパンの日本代表も、はい、もう選ばれてショートで。2つ目お願いします。はい、グランスターの、はい、これは十字なんですけど、グランスター。これはなんでグランスターを。これは高校の先輩が作られたメーカーなんで、はいはい、使ってみたいな。じゃあキャメルとタン。そうですね。これは軟式用ですか。軟式用ですね、これは。じゃあパカパカお願いします。あ、これもこれはボックス、ね、ボックス系で。どうですか、グランスター。あんまり使ってる人見たことないんですけど、はい、結構どうですか、使用感。いや、結構硬い感じなんで、強くて、で、まあ、僕の好みの形なんで、うんうんうん、このボックスで、もう僕、ここの見た目で大体なんかいいなって思ったりするんですけど、ここ、これは何、カーブとかそういうこと。なんですかね、なんかこの辺のフォルムで、あ、これいいなっていうね、なんか感覚の感覚ですけど、で、ここちょっと曲げて、はいはい、こう反らしてちょっと広めで撮るみたいな。でも土手はちょっと狭い。そうですね、土手は、まあ、どちらかというとこの辺で撮るんで、で、シングル強いんで、もう基本この辺で勝負で撮るって感じで、はいはいはい、どっちもボックスですね。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。じゃあグラム紹介お願いします。しゃっ、1つ目。1つ目が GS の当てはさみ5ミリアップです。お、かっこいい。いい顔してる。もう一回見せてもらっていいですか。はい、大井型。はい、素晴らしい。これ買った経緯は。買った経緯はもともとそのノーマルサイズの当てはさみを持ってて、はい、それがちょっと浅かったんで、オレンジをかかって育てていきたいということを思ったんで購入しました。でこれどこで購入したんですか。いや、ネットショップで買いました。オンラインストアで。はい、で元々、はいはい、このキャラメルレースやったんですけど、全ひもレース交換でターン一周にしました。パカパカお願いします。あ、いいですね。はい、これ公式用。はい、公式用。じゃあ2つ目お願いします。はい、ジャンプ。アレグリアのIF33 型です。かっこいい。 IF33 型。はい、パカパカお願いします。あ、結構こうひねり系なんですね。はい、どこで撮る感じですか。ウェブ下か、ちょ、手のひら感じ。手のひらっていう。はい、結構でもしっかりしてるね、黒やからか。はい、結構硬いです。うん、まだ硬めで、これから育てていくっていう、はい、いい感じなんで、どっちも1グラム。どっちも1グラム、はい、あ、いいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。そして最後はこの選手、ブルーファイト所属のゲン君。
いいスロー。いいくまくん同様、げんくんはどのようなグラブを使っているのか。ワンチャンネル史上1、2を争うおしゃれさ、スラッカーの AR5 です。はいはいはい。オーダーで作りました。グラブボックスさんの方で。この素晴らしいグラブ、グラブでこだわったポイントは、まあ、緑を基調にちょっと作りたかったんで、緑の差し色 で、まあ、このオリジナル紙を自分で描いたやつを入れてもらったんで、まあ、ここが結構こだわったところかなと思います。まあ、自分で描いたらいけるよって言われたので入れてもらいました。まあ、水野がもともと使ってたんですけど、つかみ型が好きでこんな感じで片付けがもう100点なんで。ということで2つ目のグラブがこちら。これもむちゃくちゃかっこいい。はい、これなんですかね。これ店舗にあったやつを買ったんで、めちゃくちゃかっこいい。あのこれもグラブボックスさんの方で写真が上がった日に買いに行きました。まあ、色ははっきり写ってなかったんですけど、なんか黒色みたいな写真が上がってきたんで、ちょっと買いに行こうと思って。これも結構ボックス、これももともとなんかスラッカーの人がデザインしたオーダーのやつです。なんかコラボみたいなやつでこんな感じの方がついてるので、このまま使わせてもらって、もうこういうグラブあんま持ってなかったんで、マイナーバッグもそうですけど、かっこいいな。練習会で行われた紅白戦でもこのグラブを使用していました。ということで今回の動画は以上です。お気に入り。ワンチャンネル。